はい、皆さんこちらエクテです。今回ですね、動画をコピーするだけで日給1万から3万円稼げる方法について伝えようと思います。皆さん、こういう感じの動画見たことはありますか？ You're always in the right place at the right time。 もし私たちこういう動画作れば1日1万円から3万円の収益を稼げます。 The best and the highest comes to you at every momentそれを単に私たち持っているスマホかパソコン使って簡単なコピー&ペーストをやるだけでできます。もし副業でちょっと稼ぎたい、それとも YouTuber になりたいけどやり方がわかんない方であれば、今度の動画は結構おすすめです。興味がある方は絶対見逃さないように。 OK、 Let's go。 初めて僕のチャンネルを見る方に軽く僕のチャンネルを紹介します。僕のチャンネルは現在主にインターネット上に最新のお金稼ぐ方法を紹介しております。毎週良質な情報を皆さんに共有しようと思っているので、見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。そして動画内容いいねと思ったらグッドボタンをお願いします。 OK、 本題にありましょう。今日の動画では X がどうやって簡単なコピー&ペーストを使うだけでお金を稼げるかを紹介していきます。もしあなたもこの方法をマスターできれば毎日安定した収益を稼げます。 YouTube はもうすでにこういう動画作っている人たちに数億円支払っています。皆さんご存知だと思いますか？ YouTube は世界中で2番目にアクセスが多いサイトです。ユーザーが毎日そこに使っている時間は平均40分です。もし私たちこのような動画を作れば YouTube からたくさんの収益をもらえます。それを単にこれから紹介するいくつかの簡単なステップをやるだけでできます。もちろんこの方法は 100% 無料となっています。本気で稼ぎたい方はこの動画が終わってからすぐスタートできます。考えてみてください。毎日このくらいの収益を稼げれば、もしかしてそれが私たちの生活を変えるチャンスになるかもしれません。こんな暑い日でも外へ出ないで家でゆっくりお金を稼ぐことができます。十分な資金があれば私たちもっと自由に好きなことに集中できます。ではこれからの内容を見ていきましょう。皆さんきっと YouTube でこういうモチベーションを高める動画を見たことがあると思います。こういう動画を見るとほとんどの人が次の1秒からそれとも明日から頑張ろうという気持ちになります。それはまさに動画作者の狙いです。特に今の時期では大変になっている人たちがお金だけではなく精神上何らかの頼りになれるものが欲しくなるわけです。もしこういう動画を出せば動画の再生数がめちゃくちゃ伸びます。例えばこの動画の再生数を見てください。この動画の再生数は約7500万あります。またこの動画は約4600万となっています。 YouTube 動画の単価は平均1再生数あたり約 0.1 円です。単純計算してみるとこの1本の動画だけで750万の収益を稼げます。これはすごくないですか？え、これめっちゃ昔の動画じゃんと思う方がいるかもしれません。では今週で出した動画を見てみましょう。これは22時間前の動画です。22時間だけで 3.2 万再生数があって、単純計算してみればこの1本動画だけで3200円の収益を稼げます。こういう動画を作るのがめっちゃ難しいと勘違いしている方がいるかもしれません。実は1時間あれば初心者でもそれを作ることができます。つまり時間さえあれば私たち短期間でそれを量産してたくさんの収益を稼げるわけです。さらにすごいのが動画を出すことはただのスタートだけです。もし私たち動画を出せばその動画を削除しない限りにずっとインターネット上に残るわけです。これで時間経つとともに動画の再生数が伸びていて、私たち寝てる時にももし誰かがその動画を見たらそれで収益を稼げるわけです。では実際に本当に稼げるかを見ていきましょう。こちらはソーシャルプレートです。私たちこのサイトを利用すれば指定した YouTuber の収益を検索することができます。例えばこちらのチャンネルはかなりの頻度でこういう動画を量産しています。チャンネル登録者数で言えば180万人います。もし私たちこのチャンネルの収益を検索したければ、まずチャンネルのリンクをそのままコピーしてこちらのサイトの検索欄に貼り付けるとこんな感じのデータが出てきます。こちらは1ヶ月の収益です。下の数値は年間の収益となっています。この結果は単にサイトがそのチャンネルの再生数に基づいて分析した結果だけです。かなり低めの数値となっています。実際の収益は私たちの想像よりはるかに超えています。なぜかというと下の動画再生数を見てください。このチャンネルは現在毎日動画の再生数が平均30万となっています。単純計算してみれば1日だけで3万円の収益を稼げます。しかもそれは単に週にしか動画を出していないです。1日だけ動画を作成してスケジュール設定で動画を出せば実質的に1週間1日
人だけ仕事すれば OK です。しかもこのレベルになってくると動画作成は他人に給料支払って任せれば、実際本人はもう仕事しなくても余裕で生活していけます。また動画の単価は平均 0.1 円と言いましたが、実際にチャンネルの規模が大きくなるほどそれが上がります。例えば登録者数1万人のチャンネルと100万人のチャンネルは動画単価が同じだと考えにくいでしょう。簡単に言えばこの方法をマスターできれば現在の生活を変えられます。これからいくつか一つ一つステップを踏んで、どうやって初心者でも1時間以内にこういう動画作成できるかを紹介していきます。それを単に私たち持っているスマホかパソコンを使って簡単にできます。まずこういう動画はこの3つの要素で構成されています。ショートムービー、 BGM、 オーディオです。これらの素材は全部これから紹介するサイトで見つけることができます。しかも無料でダウンロードできます。例えばショートムービーでしたら、こちらのペクセスで探すことができます。もし私たちこのサイトを利用すれば、こんな感じのハイクオリティショートムービーを無料でダウンロードできます。しかもこれらの素材は全部商用利用 OK なので、お金と法的なトラブルが一切ないです。また BGM でしたら YouTube オーディオライブラリーで探すことができます。ここの音楽も無料で自由に使えるので、著作権の心配が一切ないです。では具体的にどうやって動画を作るのかを見ていきましょう。ステップ1、ショートムービーを探します。まずこちらのサイトの検索欄に検索したい素材のキーワードを入力します。例えばこういう無人機で撮影された風景の素材はかなり自由のイメージを与えられます。また海、ビーチ、山などどれも素晴らしい素材となっています。例えばこういう感じで山の中で自由に移動する素材、とにかく私たち自由のイメージを強調する目的で素材を選択します。そして素材を決めたら右上の無料ダウンロードをクリックして簡単にダウンロードできます。また自由のイメージだけではなく、人にプラスのエネルギーを感じる素材も使う必要があります。例えば筋トレの素材がかなりいいです。今の段階で大変かもしれませんが、これで自分を鍛えたり磨いたりするときっとベストの自分になれるというイメージを与えます。まさに人生もそういうものです。難関があっても諦めずに前に進むことがきっと素晴らしい人生になれるということです。そして同様に右上のダウンロードをクリックすれば保存できます。非常に簡単です。そしてショートムービー決めたら、次のステップはそれに合っている BGM を選択します。こちらは YouTube オーディオライブラリーです。ここでキーワードで検索してもいいし、自分が好きな曲を選んでも大丈夫です。どちらも OK です。ただし一つ忘れないでください。 BGM を選択するときに前のステップで選択したショートムービーに合っている BGM にしてください。そして僕からの勧めは映画ジャンルの BGM です。例えばこの曲を聴いてください。ちょっといい感じじゃないですか。時が進んでいるような感覚。OK、もし私たちこの曲を決めたら、この2箇所のどちらかをクリックすれば簡単にダウンロードできます。ここの音楽は全部 YouTube が提供したものなので、著作権の心配がないです。私たち安心してこれを使います。こういうモチベーション動画を見たことがある方はわかると思いますが、この動画流れ出る時に、動画の中でいつも誰かいい感じの声で何かについて話しています。その話の内容は、大体どうやって今の生活を良くするとか、どうやって成功するとか、どうやって難関乗り越えるかのような内容となっています。こんな感じのストーリー感ある話とボイス、プラスいい感じの BGM とショートムービー、それでここまで動画の再生数が伸びています。1本動画だけで1万から3万円の収益を稼げます。もし私たち作ってる動画の中にどれかの動画がこのようにバズったら、それで数百万の収益が入っていきます。しかも動画の作成は無料、かつ初心者でも1時間以内でできます。 OK、 全編の内容はとりあえずここまでにします。皆さん、ここまで紹介した内容を軽く紹介してから、また後日に後編の内容を見ましょう。後編の内容について3つ目の要素、オーディオと動画作成の実践編を解説していきたいと思います。ここまでの内容がいいねと思ったら、チャンネル登録といいねをお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。オーディオジャンル、皆さん、こちら X です。今回ですね、 Google 翻訳を使って月間20万円以上稼げる方法について伝えようと思います。